コに会いたいんだが。タコ、ここにはそんな奴いないぜ。うせな。そりゃ間違いないんだな。オフィスにいる。あそこの階段から行け。お前か。脅かすな。気づかなかったよ。今日イカれた女が来てな、マーブルストリートのアパートのこと聞いてきやがった。お前があそこで何してるか知らねえし、知りたくもねえが、なんだか目立ち始めてるみてえだぞ。確かに俺がシャバにいられるのはお前のおかげだが、あの女に殺されるところだったんだぞ。頼まれたことは全部やった。借りはもう返したろ。おい待て待て、そりゃなんだ。おい待てって、これから助けてやるから、やめろ、殺さないでくれ。今いた男はパコの知り合いか。悪いな、警官とは話さねえ。いいか、よく聞け、チンピラ。説明している時間はないんだ。男はパコの知り合いか、イエスかノーだ。ジョン、あいつの名前はジョンだ。パコの知り合いだが、パコは頭が上がらなかった。コートのポケット、揉み合ってる時にちぎったんだ。同じガソリンスタンドのレシートが2枚。妙だな。
45口径セミオートマチック。45口径。パコは成人とは程遠い。犯罪歴は電話帳並みだ。犯人は何かを探してた。マディソン・ページ、ジャーナリストがここで何をしてた？ランの花粉。クソ、折り紙殺人鬼か。またマディソン・ページか。目撃者かもしれない。眉間の中央に銃弾即死か。